はい、ロレックスの1016、右が1019ミルガウスですね。あ、1601デイトジャストに1019ミルガウスですね。こっちがミルガウスはちょっと見といてください。結構面白いです。シャのかかったシルバーダイヤルになってます。で、T の字の両脇に入ったスイスは、まあ、トリチウム表記ですね。で、シリアルからの推測だと63年ぐらいですか、トリチウム入ってますし、のケースですね。こうやって見るとデイトジャストより、まあ、ちょっと大きい、一回りぐらい大きいですよね。で、リューズはこれ6ミリになりますね。6ミリのリューズが入ってます。で、裏蓋ですけれども、非常にこう、ツバの大きい、わかるか、裏蓋になります。だいぶ以前ですけれども、実はチュードルのケースを使って、ミルガウス風の時計を作ったことがあります。遊びで。で、1570か60かなんかの機械入れまして、それでチュードルの、ケースですよね、20ミリのケースのなんか似てたんで、ちょっと入るのかなと思ってやってみました。結構あの多少ケースの方が機械より大きかったんですけど入ってしまったんで、でアメリカから取り寄せた中にあのミルガウスの文字盤と針があったんで遊びで作ったことがありますが、それはあのビギンに一回取り上げられて結構一時ブームになったことありますね。こっちの方はオリジナルのミルガウスです。1019、似てんですよね。こうやってやっぱり見ても遊びで作ったチュードルのミルガウスもちょっと厚くて、チュードルの方がもちろんちょっと厚いんですけどケース、まあでも昔遊びでやったことがありますんで思い出しました。はい、でこれが1601のデイトジャストですね。これステンレスにホワイトゴールドのベゼルがついてます。本当だったらホワイトゴールドのベゼルがつくと最後に4リファレンスになるんで1601604にならなきゃおかしいんですけど、なぜかこの4桁のデイトジャストは1601で、コンビも1601ですね。違いないんですよね。面白いですよね。この後からはちゃんとかあの金コンビなら3、ホワイトのベゼルがつくと4、金目だと8になちゃんとなりますけど、この時はまだなってないんですよね。面白いですね。でちょっとこれ US かな、あ US ですね。US のジュビリーのブレス。アメリカはこのブレスのところを斜めにこうカットしてるのが割多いんですけども、なぜかわかんない、昔からそうですね、はい、ちょっとあの楕円形のコマですね。アメリカはかまぼことか巻きとはまた違うんですよね。面白いですよね。あんまり出来はいいと思わないです、 US のブレスは。まあアメリカのロレックスってのはちょっと独立してるところがあって、例えば海外からロレックス本物輸入しても税関で捕まります。アメリカのロレックスが強いんで、代理店が強いんで、要するに昔偽物散々輸入したことがアメリカのロレックス頭にきてて、とにかくアメリカで販売するロレックスは US ロレックス以外にはダメですね。だからギャランティーも別ギャランティーですし、あの時計の墓も US ロレックス別ですよね。 US ロレックスオンリーの箱になってます。まあ一度機会があったらケース、あの US ロレックスのオリジナルのケースをお見せしますけど、はい、これが1601デイトジャストです。まあこの見ても大した驚きもしないですけど、でも一応金無垢はやったんですけどステンレスやってなかったんで、やって